写真拡大。ソフトバンクのウラディミール・バレンティン外野手が24日自身のインスタグラムを更新し、今季からチームメイトとなった松田宣浩内野手への感謝を綴った。練習中の風景を切り取った1枚にバレンティンはメッセージを添えた。いつも学んでいて、学ぶのに遅すぎることなんてないんだとアドバイスをくれる友人マッチ。今年で NPB 10年目を迎えたバレンティンはこれまで通算288本塁打を放ち、オープン戦でも2本塁打、打率350と技術は衰え知らず。しかし35歳の今でも1歳年上の松田選手からはその姿勢を吸収しているようだ。普段から練習前に言葉を交わし合い、お互いの本塁打パフォーマンスをやり合ったりと、仲睦まじい姿を見せる2人の知られざるエピソード。そのいい関係性にファンからは1000件を超えるいいねがついている。フルカウント編集部。